ブリクスダール氷河は海抜1700メートルの地点から始まり、約2500年前に形成されました。氷河は今でも毎年成長しています。また氷河の圧力で大地を削り、U 字形の地形を作っています。ブリクスダール氷河の真下には青く輝く氷河湖が広がっています。目の前に迫る氷河は迫力満点です。